の会社員。ソラ、また昨日の絵バズってるね。いいイラスト描くよな。これだけ描けたらイラストで副業もできるんじゃない？あ、いやいや、お金もらえるような腕じゃないよ。ちゃんと絵の勉強してるわけでもないし。十分依頼ももらえそうだけど。素人には分かんないハードルがあるのかもね。特に仕事にしたいというわけでもなく、ただただ好きで描いては SNS にアップしているのだった。そんなある日の昼休み中、夏釘のくるみちゃん描いたの？めっちゃ可愛い。昨日読み返してたら描きたくなっちゃって。ちょっと前の漫画だけど好きな人多いよね。私も好き。ありがとう。これソラさんが描いたのか？大したもんだな、プロみたいじゃん。いや、ほんと全然です。趣味で描いてる程度で。ちょうど社内広報でイラストが必要でさ、フリー素材使おうとしてたんだけど、よかったらささっと描いてくんない？私は仕事としては別に。そんな大した量じゃないよ。ほんの 1,2 枚モノクロで簡単でいいから。社内でしか出回らないし、仕事ってほど大げさなもんじゃないだろうな。でも私は本当にそういう気はなくて。あのね、ソラさん、会社員なんだから自分のスキルを役に立てるのは当たり前なんだよ。できる仕事の幅を増やす絶好のチャンスだぞ。そう言われてしまうと、最近は残業も少ないし、 1,2 枚ならなんとでもできるかな。じゃあやらせていただきます。おっしゃ、それでこそ誘導社員。じゃあ後でメッセージでサイズとか詳細を送るからな、よろしく。そんなわけで、社内報に私のイラストが使用され、かなり好評を博したとのこと。それはいいのだけど。おーい、ソーラさん、イラストの評判めっちゃいいじゃん。ありがとうございます。で、ついでに相談なんだけど。個人 SNS のアイコンを？なかなかちょうどいい素材がなくて、せっかくだから書いてほしくってさ。簡単にでいいんだよ、ちっさいやつ。頼むよ。そうは言ってもプライベートのですよね。仕事の時間内じゃできないし。絵の仕事を振ってあげた恩をこれで返すと思ってさ。なあ、いいだろ、1枚で終わるし。もう何も、私は業務内だから引き受けただけなのに。わかりました。本当にこれ1枚だけですよ。やった、今度ランチおごるから。この時押し負けてしまったのが、今思えば間違いの始まりだったのだ。2週間後、私は個人的に頼まれたイラスト案件を10件以上抱える羽目になっていた。どうしてこんなことに。というのも、あの後エンジさんが。いや、似顔絵アイコンありがとう。いいじゃん、ソラさん仕事早いよね。ああ、どうも。その分自分の時間削ったんだけど。実はさ、係長とか取引先の人にもこのアイコンのこと自慢しちゃったんだけど、ぜひ自分もアイコン書いてほしいって人が何人かいてさ。まさか。ちゃんと俺が受けといたから10件分。ソラさんも経験値上がってウィーンだよな。いよいよ。どういうことですか？なんで私に断りもなく。どうもこうもないじゃねえか。上司とお得意先の頼みだぞ。今さら断れないからな。むしろ光栄に思えよ。これを機に上司に恩売れるかもしれないし、チャンスチャンス。そんな、せめて完成させるのはだいぶ先にしてもらわないと。繁忙期も来ますし。そう言わずになる早で頼むぜ。俺の分はすぐに渡してくれただろ。他の人の分は遅れるなんて印象最悪だぞ。それで取引先の担当さんが気を悪くしたらソラさんのせいだからな。進行中の案件無事終わらせられるかな。引き物は今回の分だけですからね。というわけで、怒涛の依頼消化の日々が始まったのだった。別に筆が早いってわけでもないのに。しかも残業も増えてるのに。今週中に全員分なんて無理ゲーだよ。1日1枚じゃ足りない。案の定ほどなく限界が来た。エンジさん、納期までせめてあと1週間ないと。本当に無理。はあ、無理だっての。社会人なんだからなんとか時間捻出しろよ。こうなったら直談判しか。ゲッカちゃん、ご依頼の絵のことでご相談か。なるべく早く欲しかったんだが。申し訳ありません。でも部署の繁忙期もかぶってますし、昨日も今日も徹夜で、さすがに体調が限界なんです。仕方ないか、まだ駆け出しってことだし。しかしな、ソラさん、仕事としてお金をもらっている以上、引き受ける時点でスケジュールの管理はしないと。お金って、私は
無償でって話で、私の知らないうちに決められてたんですけど、まだ素人だし経験値になるからってエンジさんに言われて。はぁ、話がおかしいぞ。ソラさんの腕なら優勝でってことで、先払いでちゃんと依頼料を支払ったのに。消えてません。早急にエンジ君に確認してみよう。すぐさま課長に呼び出されたエンジさんの言い分は、そうちゃんと支払おうと思ってたんだよ。ケン課長はご自分からちゃんと支払いたいって言ってくださって、いやーよかったな、ソラさん実力が評価されてて。それならそうと早い段階でおっしゃっていただけたら。そもそも勝手にいくつも引き受けてきたのもエンジさんじゃないですか。すでに何個かは納品したのに、私はここまで一銭もいただいてませんよ。本当なのかエンジ君、そのサプライズで支払おうとね。次回からは正式に他の人からも報酬を受け取ろうな。これで晴れてプロの絵描きとしてのデビューってわけだ。おめでとう。もしもし、お忙しい中失礼いたします。モナリシャのゲンです。はい、実はうちの社員のソラさんについてのイラスト報酬の件で。はい、はい、そうですよね。ちょっとしたご確認でして。本当にいつもありがとうございます。では失礼いたします。ゲン課長、どなたにお電話を。ソラさんが受けたというカッパリ座の柳さんにだよ。エンジ君、しっかり報酬を受け取り済みとのことじゃないか。随分と話が違うが、他の依頼元にも優勝で通しているんじゃ。ちゃんとソラさんに渡すつもりだったんだ。決してそんな横領しようとか言うわけじゃ。そうなんですかね。この調子だと他の取引先や上司にも聞いて回らないとな。違うんだ。その後、エンジさんは社内での信用を盾に洗いざらい吐かされ、他の上役にも彼のケチな企みが知られることとなった結果。あらあら、エンジさん就任から降格か。ソラの件以外にもちょくちょく部下の手柄を横取りしてたのがバレたんだってね。謝罪料込みでエンジさんからはちゃんと原稿料支払ってもらったし、納期も余裕持って伸ばしてもらえたからホッとしてるよ。カフェインがうめえ。でも実質これでプロのイラストレーターとしての副業になってるんじゃない。そういうことになるのかな。半分無理やりやらされたから今一つピンとこなくって。そうだよ、ソラはもっと自分の絵に自信持っていいと思う。俺たちもソラの絵好きだし、最近趣味の新作がアップされなくてちょっと寂しかったんだよな。無理してたんだな。そっか、ありがとう。自分の中では仕事にするにはまだまだ技術も経験も足りなさすぎるって気持ちが強いんだよね。ソラさんはぜひ今後も依頼を受けるべきだと私も思うぞ。変化長、下手に外注するより丁寧でイメージ通りの絵をくれるし、社内外での評判もいい。改めて事情を知らずに責めてしまって申し訳なかったね。いえそんな、ほとんどエンジさんのせいですしね。お詫びと言ってはなんだが、今抱えている依頼文を消化してからで構わないので、また別件で必要な絵を描いてほしいんだ。部署の業務として依頼してもいいし、ソラさんが望むなら副業扱いで外注にしてもいい。もちろん報酬は悪くない条件で考えるつもりだが、どうだろう。それはもちろんありがたいお話ですが、私なんかでも大丈夫なんですか。願ってもない、いい話じゃん。ソラ、そうだよ、受けた方がいいって。いや、あの二人とも落ち着いて。まずは数カットからで大丈夫だし、今後に向けて合間でポートフォリオでも制作しておくといいよ。出版関係の知り合いも紹介できる。ソラさんのペースで依頼を受けながら腕を磨いていってみたらどうだ。課長、ありがとうございます。お言葉に甘えて私やってみます。よし、それじゃあ後で詳細送るぞ。副業イラストレーターの誕生だな。その後、エンジさん経由で引き受けた分の依頼も無事納品し、二足のわらじで忙しい中ではあるけれど、無理しすぎないペースで徐々に絵の仕事も増やすことができている。合格してからはひたすら資料制作とクレーム対応。ソラのやつキラキラしてんな。結局ほどなくしてエンジさんは退社。その後やりがいを求めて転職活動したものの、見事にブラックなウェブ広告会社に引っかかってしまったらしく、毎日残業しまくりの日々を過ごしているそうだ。なんなのこのレタッチは。もう一度艶が足んないわさよ。グラフィック系の仕事